18日水曜日の天気をお伝えします。まずは天気図をご覧ください。高気圧の中心は東へと進みますが、西日本東日本は穏やかな天気のところが多くなります。北日本は低気圧や前線の影響で傘の出番となりそうです。詳しく天気分布で見ていきましょう。西日本東日本は広く日差しが届きますが、太平洋側は湿った空気が流れ込み、にわか雨の可能性があります。北日本は東北エリアから雨が降りやすくなり、一時的に強まる恐れがあります。その後だんだんと雨の範囲は広がって、道南エリアは夕方以降、道東太平洋側や東北北部は夜遅い時間帯雨の可能性があります。帰宅時間に備えて雨具をお持ちください。続いて気温の予想です。西日本は朝晩と昼間の気温の変化が大きくなりそうです。昼間は20度を超える予想のところが多く、九州では夏日の予想のところもあります。調節しやすい服装でお過ごしください。以上、全国のお天気をお伝えしました。